はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、現在お借りしていますこちらグローカルミー U2 です。前回の動画で Apple 製品がうまく使えないんではないかということで動画を出させていただいたんですが、のぞみ Wi-Fi さんの方からですね、こちらの方は動画を出してからすぐにご連絡いただきまして解決することができました。はい、では他の方もですね、動画出されているので簡単になんですけど Apple 製品を使えるように設定してみたいと思います。まずですね、スマホでも Mac でもどちらでもいいんですが、ブラウザを立ち上げます。今私の方はですね、こちら Mac を立ち上げています。ではこちらですね、入力するところなんですけど、192.168、まあもう出てますけどね、43-1と入力してエンターを押します。はい、そうするとこのようなですね、ボーダーレス Wi-Fi という表示が出た画面が出ます。でこちらのですね、端末管理というところに行きまして、ここでアドミンと入れます。そうしますとこちらですね、似たような画面なんですが、下にですね、これ Wi-Fi クライアント設定というのがありますので、一番右の設定を押します。そして上から3つ目のデータ管理を押しまして、この防護機能をオンというところですね、こちらにします。そうしますとこちら一時的に切断するということで、10分、20分、30分、1時間と選ぶことができます。まあ、こちら今回使わないのでキャンセルをしておきます。まあ、こちらの機能が何であるかと言いますと、やっぱり iPhone とか Mac でですね、こう通信をするんですけど、その通信量を使いすぎないようにという、まあ、配慮でこのような設定が自動的にというか最初からあるようです。こちらですね、今回のこの機能なんですが、次回のファームウェアアップデートでこちらの機能を外すようにするということで回答が来ました。なので Apple をお使いの方でも安心して使っていただければいいかと思います。ですがその中でですね、少し問題があるかなっていうところがまた見つかったのでお知らせしたいと思います。iCloud とかですね、App Store なんかを使えるようにするこの機能なんですが、このルーターの設定の防護機能をオンというのを解除しておきますと解除できるんですが、ちょっと問題がありまして、私ですね、今これ充電しています。まあ充電しているんですが、これなんで充電しているかというと、バッテリーの減りがですね、ものすごく早かったです。で昨日ですね、会社にで、まあ、朝起きてから仕事の休憩時間の合間にちょっと動画を見たりですね、まあ、インターネットで調べたりしたんですけれども、だいたい使える時間が17時間ぐらい使えたかなっていう感じですね。バッテリー切れになるまでに17時間ぐらい、16時間、17時間、18時間、まあそれぐらい使えたかなっていう感じでした。でこのiCloud を使うとか App Store を使うっていうこの防護機能を外した状態で今日使ってたんですが、だいたいですね5時間持たないかなっていうぐらいバッテリーの消費が激しかったです。なのでこれ今バッテリー切れちゃって電源落ちちゃったんですよ。なので今これ充電しながらやってるんですけど、さらにちょっと問題があるのかなっていうところなんですが、そのまあ、バッテリーの減りが早いっていうのはまあ仕方ないのかなとは思うんですが、これ充電しながらでもその充電が追いつかずに、充電してるんですけどバッテリー切れで落ちてしまうというような状態になります。なのでまあ iCloud ドライブとかですね、こちら使いっぱなしってなるとやっぱりちょっと問題があるのかなという感じですね。まあ、こちらですね、今ファームウェアをアップデートするまでの間ということで、まあ、その対策ということで DNS 設定とかその辺のやり方ものぞみ Wi-Fi さんからご連絡いただいてるんですが、そこですね、まあ、ファームウェアをアップデートして
まあ、App Store、iCloud 使えるようにしたとして、バッテリーの減りがすごい早いんじゃないかなという気もするんですけど、どうなんですかね。まあ、そこはやってみないとわからないかなと思うんですけど、まあ、まだですね、その DNS 設定というのをやってないので、またそちらもですね、先にやってみて、どれぐらいバッテリーが減るのかっていうのを確認してみたらいいかなと思いますので、また動画を出させていただきます。はい、ということで今回はですね、こちらグローカルミーのこの防護機能を解除した状態でバッテリーの減りがすごい早いよっていうことだったんですが、まあこちら続きも出したいと思いますので、またよかったら見てください。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。